セバスチャン・キャボットは、イギリスの俳優、声優である。1918年、イギリスのロンドンに生まれる。14歳の時に、父親の事業が失敗して、学校を退学せざるを得なくなり、自動車の修理工など様々な職を渡り歩いた。その後、英国を中心に活動していた俳優のフランク・ペティンゲルの、 お抱え運転手兼アシスタントとして働き始めたことがきっかけで演劇に興味を抱き、後に劇団に所属。正規の演劇学校へ通うのではなく、エージェントを通して仕事を探す方法を取ったため、通常の俳優志望者とは違った形で俳優を目指した。1935年にノークレジットながら、ホーリンアフェアーズで映画デビュー。 1940年初頭から映画を中心にキャリアを重ね、徐々にその名も知られていくようになった。アメリカへ活動の場を移してからは、声優としても活躍し、ウォルト・ディズニーによる長編作品、ジャングル・ブックや、王様の剣、熊ノプーさん完全保存版などに参加している。1977年8月22日、カナダは、ブリティッシュ・コロンビア州のノース・サー・ニッチで、 脳梗塞の試死去。59歳だった。ありがとうございます。